ってるわ。ちゃんとやってたんだ。ガチで無料なんだ。これありえますかこれ。いや、ゆで卵無料サービス中です。これ子供たちもみんな楽しいやろな。ね、これエッグ。これまさしくエッグですね。うん、あ、そっか。はい、どうも、北の人フェルト、ハルキです。あ、ハルキになったんですね。はい、ハルキになりました。あ、生まれ変わったんだ。はい、本名になりました。うん、まあ、ということで本日は我々、はい、中学校は展望台ですね。展望台、はい、に来ております。はい、初めて来ました人生で。はい、いや、すごいですよこれ。広大な景色で静かだね、めっちゃ。そう、いっぱいお客さんはいるけどね。一番うるさいのが僕らですね、今で。本日これからの白樺山荘というラーメン屋に行こうかなと思ってるんですよ。はい、この近くですね。でそこ白樺山荘はですね、なんとゆで卵が無料で食べ放題。え、意味わかんないですか。ラーメン頼んでゆで卵無料で食べ放題なんですよ。食べ放題やばいね。無料トッピングならまだわかるけど。そう、食べ放題なんですよ。その白樺山荘の前ぐらいに、あの、この展望台があるんですよ。そうですね。はい。で、これ何の展望台かと言われると、はい、もうこれがあるんですよね。なんとクラーク博士の像があるんですよね。へえ、めっちゃ画質綺麗。これってかの有名な大使？そうです。ボイスビーアンビシャス。お、少年よ大使を抱け。おお。わあ、もうちょっと早かったら。紅白アイドル出れたかもな。同じことやってた。ああ、2024年分全部やっちゃった。さあ、到着しました。うわー、ここも満か。やばいね。満車ですね、これ。満車です。じゃあ待ちますか。あ、自家焙煎のコーヒー屋さん。ああ、助かる。2024年目標、うん、これを変えたらもう俺はもう完全もう終わり。人生いい。人生イージー。もうサイバートラックっていう車。さあ、というわけで到着しました。はい、白樺山荘でございます。いや、めっちゃ強くない？北海道って、ね、思ったけど。白樺感ありますね。はい、見るからに、紅白銀の雪化粧、はい、そしてもう晴天青空、もう最高のラーメン日和ですね。はい、はい、まあ、というわけで白樺山荘も結構もう満席ぐらい多分混んでると思うんですけどね。入るのも並びましたからね今。はい、うん、まあ、初めてということでいきますか。はい、ちょっと初めて行きましょう。行きましょう。味噌ですね、やはり。やっぱ味噌が左上ナンバーワンって書いてある。じゃあナンバーワンの味噌いって、あとはちょっと卵。あれ、え、サービスラーメン未就学児限定無料。えぐ、こっちの方がいいんじゃないか。惜しい。よかったじゃん。なんと未就学児0円ということで。0円は普通にやばいな。なんと950円でございます。はい、ちゃんとやってたんだ。ガチで無料なんだ。ゆえたまごちゃんが無料なんだね。本当にやばくないこの時代に。うん、店内かわいい。ね、すごい。さあ、というわけで店内入りました。はい、いや、すごいオシャレな店内ですね。え、いや、もうすごい、ね、あのロッジみたいな感じですね。スキー場の、本当スキー場のロッジだよね。これもうこの画角木入るもんね。もうログハウスみたいな感じでやらせてもらってます。すげえ。で、こちらの白樺山荘のやっぱ売りですよ。はい、もうこちら、これありえますかこれ。いや、ゆで卵無料サービス中です。何個でも、しかも何個でもいいんだよね、本当に。本当に書いてる。何個でもいいって書いてるし、書いてるとか言ってたのよ。あの、サイズ的には結構 S サイズ、M サイズみたいな。フォークアングルの、うん、ちょっと、サイズ的にどう？なんでナックルの。あ、そう。うん、うん、このゆで卵って、ラーメン注文したら一つまでですか？いや、あの、何個でも大丈夫です。え、何個でも。すごい。本当に？はい、あ、まだあるんだ。お、すごい。100個ぐらいある。じゃあやらせていただきましょうか。食えねえだろ、そんな。もう全然余裕あるんだろうね。やっぱ、酪農、農業、もうござるみたいな感じじゃん、北海道なんで。食料自給率 200% だ、うん。国ですから。国だからね。うん、だって年末卵買ったけどさ、300円したからね。北海道ってじゃあ安いのかな、卵って。いやいや、高いっしょ。あ、やっぱ高いんだ、そこは。言うても全然高いでしょ。じゃあすごいね、白樺。だって 1.5 倍ぐらいに今なってるじゃん、卵。当時より太いパイプがあるのかな。あ、その養鶏所との。うわ、でかっ。でかっ。こちら味噌ラーメンになります。味噌合わせですので、お気をつけください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ、というわけでパキパキな味噌ラーメン届きました。すっごいいい香りがします。パキってますね。あー、こっちのタイプの味噌ですか。いいですね。さっきとまた違うね、多分。白味噌ピリ辛がやっぱいいな。
あ、もうこの辺大好きだ。あ、おはようございます。というわけでやってまいりました、白樺さんその味噌ラーメン。いや、具材豊富ですね。きくらげとコロコロチャーシューと玉ねぎとかいわれとひき肉とメンマとネギ、もやし、多種多様。さすがに卵は入ってませんでした。当たり前だ、はい、どんなゆで卵か。やばい、わちょっと。おい、下手くそかってベル君。ここら辺に、おお、これこれこれ、普通これで終わりだからね。ちょ、先に一回いっていいですか、スープちょっと。あ、確かに確かに。あうまっ。あ、でもなんかこっちの方が馴染みある味噌ラーメンって感じ。あ、だよね、スミレはやっぱね、スミレやっぱスミレなんだよね。なるほど、うん、え、何これ、結構油が浮いてるね。何の油、無干渉。おお、優しい、甘いね、やっぱり、うん、麺が。あ、うまっ。うん、胸ポケット入れるやつじゃないよ、ね、大丈夫ちょっとピロンって出すやつね。先に乗りそうはあるでしょ、これ、うん、そうある、わからんって。もうちまちまさゆで卵入れてもあれなんで、はい、一気に乗せちゃってみてもいいですか。あ、いいっすね、うん、せっかくなんで、もうこんなこともできますよっていうので。あ、確かにみんな知りたいもんね、はい、その状況。これ子供たちもみんな楽しいやろな、うん、ね。じゃあどうぞ。きやすいな。龍の歪みみたいになってるよ。確かに龍の歪みみたい。天竜のマークみたいになってるね。大丈夫かなこれ。間違い。まあでも本当はこうやってね、まあ、やる人はやるんだろうけど。いや、やば。太陽のね、うん、シンボルみたいにするんだろうけど、さすがにそこまでね、無邪気じゃないから、ちょっと5個で一旦。まあ、なんかちょっと申し訳ない感じで、さすがに、うん。そうそう。おい、行く。これまさしくエッグですね、うん、あ、そっか、エッグ、エッグ、いや、そうやで、そうやで、エッグ、いや、そうだよ。あ、かわいい、ピンポンだみたい。うわ、ちょっと、一匹いってみようかな、試しに、うん、おいしい、うまい、ヨカ卵。いや、これが食べ物なんだ。いや、マジ1個で50円、100円だからね。うん、マジですごいよね。いや、このラーメン950円じゃん。うん、でも他の店だと1個50円するじゃん。うん、っていうことは19個食べたらもう無料実質。ああ、なるほどね。うん、むず卵からの卵麺。あ、言わんと知ってること分かってるわ。すごい、今俺卵食べてからラーメン食べたんだけど、うん、味覚が戻るというか、なんだろう、舌がね、卵の甘さとなんかうまくこう麺がマッチしてるというか、へえ、これ面白いね、ちょっと交互にいったらね、めちゃくちゃ面白いと思うこれ。うん、こっからのこれ、で、こう、ほう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 、味覚がね戻るっていうのはなんかなんとなく分かる、一回リセットしてくれるみたいな。だいつもリセット何なのなんだろうなと思うじゃん俺らも、はいはいはい、あ、じゃあ果たして、まあ、例えばガムなんかコーヒーなんかって思うと思うじゃん。これね、ゆで卵、ゆで卵なんだ、大丈夫だから大丈夫大丈夫だよって言って平常心戻してくれる感じ。あ、ホーユーなんだ、うん、本当に。これワンチャンさ、塩とかある、あるわ、あ、あるの、え、あるわ、塩あるわ、ゆで卵だからでしょ。このラーメンがスープみたいなもんなんだよ、だから確かに、まあ、これは うまいじゃん、ただのゆで卵だもん。よかったさ、うん、こっち持ってきてからさ、俺タンパク質マジ取ってないからさ。あ、そうなの、うん、だからほとんどやっぱ炭水化物、脂っこいものとかばっかだからさ、嬉しい、久々のタンパク質でも便通悪くて悪くて、あー、なるほど、ね、食物繊維も取ってないからさ。これビルダーもいいんじゃない。いや、ね、ビルダーのさ、麺すくでさ、麺抜きとかね、そうそうそう、麺すくで麺抜きできるよ、多分やって、
やっぱ味噌ラーメンってやっぱちょっと意外に油もあるじゃないですか、うん、意外とね油もあって、俺さっき一口目た時にあ、ちょっとなんかちょっときついなと思ったの、うん、あ、重いなって、うん、もう一回卵挟むことによってマジなんかね、味覚リセットされて進む麺が本当にされるんだよ、リセットってあんだ。じゃあちょっとすいません、僕も特別にいただきます。あ、甘いね。甘いね。うん、美味しい。ひき肉かと思ったら背脂だね。でもひき肉もあるのかも。半熟ぐらいですか、ね、ちゃんといいね、半熟で。いただきます。あ、なるほどね。うん、白身の無味感が。いや、違う、そっからもう一回ラーメン吸ってみ、そしたら分かるよ、言ってること。なんかうまく説明できないけど、うん、おもろくない？なんかすぐ馴染まない、卵と。馴染むでしょ、卵と味噌ラーメンが合うんだね、単純に。いつもはさ、味玉1個しかないから大事に食うじゃん。いや、最後味玉として食べるじゃんね、うん、だから味玉と麺を一緒にすることはあんまなくない？ね、するさんって最後の最後にデザートとして食べるじゃん。意外にチェイサーになるんだね、卵と。あ、美味しい。麺と合う。で、ここに来て珍しいキクラゲ。キクラゲのっていうラーメンってあんまないよね。ない、めっちゃ好きやだな、俺。なんか白ネギとかさ、玉ねぎとか、なんかリセット系が多いよね、味噌ラーメンって。やっぱ、うん、ポンポン濃いから。しかもニラも入ってんのか、これ。あー、ニラ入ってるね、確かに。ボコン。モリア。いや、モリアみたいになるって。おい、マニワタ。何？おお、ずん生きてたのかな。ビルダー5人ぐらいでさ、このラーメン連れてこいよ、ドッキリで。こう、なんと言えたのか、食べ放題無料でございますって言ったら、みんなどういう顔すんだろう。いや、そしたらもうムキ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 ってなるんじゃないの。どういう顔すんだろうね。この辺がもうブキブキしちゃうんだよ、プロテインが。でも今さ、隣のお客さんが、うん、パッコ行こうかなって。パッコ、パッコ、パッコ行こうかな。そのチャレンジ精神もあるの、この店って。やばいね。でも確かにね、無料って思ったら行っちゃう人いるよね、うん、8は結構やばいぞ。行きたい手前ね、我らちょっとスミレスタートから始まってるそう、手前ね、手前味噌ですけど味噌だけに、うん、えぐ、お前もえぐ、今日のお前今日のお前えぐえぐ、卵を食べるだえぐやっぱでけえわ、北海道のスケールって。満月すごい。命が1匹残りました。いや、5個ぐらいがいいかも。6匹目からちょっと聞こえてきそう確かに、え、そんな行くみたいな、ひよこたちの声が急に。いきますよ、ラスト1個。ちょっと1日で多分5食うことなくない？中山筋肉の人の5だよ。あ、そうなの。毎朝5個。いっ、それで、どうしました。はい、ごちそうさまでした。いや、面白いですね。いや、やっぱ北海道ならではだよね。これぞ北海道っていう、ね、ラーメン屋さんなんじゃないですか。マジありえないでしょ、こんなの。950円ですからね、いっぱいで言うと。やばいっすね。うん、5個いただいて。はい。なんか無料で卵食べ放題っていうのがやっぱ嬉しいですね。いや、嬉しいね。気持ちが嬉しいよね、うん、それが。そうですね。あと美味しいっていう感じに。はい。もう味噌ラーメン自体もね、具沢山で、もうめちゃくちゃね、美味しかったでございます。はい、迷うね、北海道旅行とか来る方は、すみれもいいし、こっちもいいし、そう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 、どっちも味噌が美味しいから、やっぱ北海道来たら、やっぱいろんなお店やっぱ行ってほしいから、そうだね、そう、1個でまあガツンって行くのもいいんですけど、確かに、はい、まあ、ある程度、そう、はしごはやっぱいいですよ。はい、というわけで、まあ、白樺山荘で今日はね、僕は卵5個いただきました。まあ、というわけで、皆さんもね、北海道来たら、ぜひ白樺山荘行ってみてください。はい、はい、というわけで、ぜひコメント、声かもよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、まだまだ北海道が続くか分かんないけど、まあいいや。まあ、というわけで、皆さん、また次回の動画でバイバイ。眩しい。